このゲーム面白い。大好きなあの子のあられもない姿が見たい。頭に脳みその代わりにエロ本でも詰め込む。かわいいじゃない。どうしたの、何何、これではまるで僕がいけないことをしているみたいじゃないか。透明人間になれたなら。やばい、ちょっと待って。透明人間になれたら。はい、どうもバルさんです。今日はこちらのね、夢とロマンと希望の詰まったゲームで遊んでいくんですけど、ちょっと説明読むね。もしも透明人間になれたなら君は何がしたい、ということで、もう本当にシンプルにただそれだけだったんだけど、みんなだったら透明人間になれたら何したい。僕だったらもちろん、はい、ということでやっていきましょう。じゃあ始めからですね。この物語はフィクションです。実在の人物や団体事件とは一切関係ありません。本作にはショックの強い表現やハレンチな表現が含まれています。苦手な方はプレイ視聴をお控えください。まあ、ということなので、苦手な方はお控えください。声だけ聞いてください。いや、よく来たね。誰だ？僕の研究所へようこそ。僕の名前は、ん？おっと、明かりをつけるのを忘れていたか。誰だお前は。あれ？なんかイケメンっぽいな。ムカつくな。早速。失礼したね。改めて僕の研究所へようこそ。ほう、この人の研究所に今俺がいるんだ。僕の名前は宇都宮翔。合ってるかな。みんなには博士、宇都宮博士翔さんなんて呼ばれているよ。ほう、親しみを込めて翔ちゃんと呼んでくれても構わない。なんか嫌いだな。もうこの一言でちょっと嫌いになったの今。それで今日は何の用かな。この場所にいるということは当然君も僕の研究に興味があるんだろう。この人が透明人間してくれたりするってことなのかな。何、別に恥ずかしがる必要はない。僕の研究テーマは人類のロマンそのものだからね。さて、早速だが君に一つ質問をしてもいいかな。君はもしも透明人間になれるなら何がしたい。まあもうそれはね。だあ、難しく考える必要ないよ。本能のままに思ったことを口にしてくれたまえ。僕はね、この研究所を訪れてくれた人には必ずこの質問をするようにしているんだ。なるほど。さて、どうかな？透明人間になれるなら何がしたい？ほう！まあもちろんね。何もしないよ、もちろん。でも、みんながね、見たいと思ってると思うんで、こっち行っていいですか？まあ多分、僕はいいんだけどね。まあみんなが多分思ってると思うんで、異性のお風呂場に侵入する。ふむ。なるほど。君は頭に脳みその代わりにエロ本でも詰め込む。言い過ぎだろって言おうと思ったけど別に正しいわ。でなければそんなハレンチで煩悩の塊のような回答を出せるわけがない。言い過ぎだな。でもちょっと確かに異性に対する感情が人を突き動かし、結果成功を収めたケースはこれまでの歴史にいくつかあったろう。まあありそうだな。しかし君のそれは別だ。誰から構わず裸を見たいなどという、そんなとんでもない思想は今すぐ捨ててしまいなさい。すんげえお説教食らってんだけど。ん？なんだって？そこまで言うなら博士の答え聞かせてくださいよ。確かに自分の意見を言わず他人の発言を責めるのは脳みそのある人間として恥ずべき行為であったね。なんか頭のいい人ってこういう人間としてみたいな、そういう話をしてくるのかな。なんか嫌だな。申し訳ない。でも謝れるところは素敵な大人だと思います。僕がもし透明人間になれたならその時は、え、大好きなあの子のあられもない姿が見たい。あのお説教の時間何だったんだこいつ。なんだねその何か言いたげな目は。一緒じゃないかって。バカを言わないでくれ。特定の個人を対象とした僕の純な気持ちと、誰から構わずハレンチな目で見ている不純な君を一緒にしないでくれたまえ。まあ確かにそこって結構違うよな。好きな人のっていうところと、まあ、誰でもいいからちょっと見せてくれっていうのはちょっとまあ確かに違ってくる部分であるよな。まあとはいえ説明が足りなかった部分も否めないな。僕がどうやってそのような思想に至ったのか、そのきっかけとなるエピソードを話そうか。ほう、え、なんか俺が透明人になるんじゃなくてこの人の実体験を見せてくれみたいな感じなのかな。幼少期の僕は近所の河川敷に座り、澄み渡る空はぼんやりと眺めるのが好きだった。そんな僕のそばにはいつだって彼女が、僕が長年思い寄せている女の子サチがいた。合ってるかな。ユキ、サッチ。わ、かわいい。翔くん、またぼーっと空見てる。何考えてるの？なんかいい子そうだな。
雲ってどんな味がするんだろうって、やっぱ変わってんのかな。また翔くんがバカなこと言ってる。うん、やっぱ翔くん結構変わってるな。もし雲が綿菓子みたいな味がするんだったら、あんなにたくさん甘いものが浮かんでるなんて羨ましすぎる。僕は鳥になりたいって。いや、雪が綿菓子みたいな味するわけないでしょ。わかんないじゃん、食べたことあんのかよ。いや、私も食べたことないけどさ。でしょ。でも食べたことなんてなくてもわかるのよ。だって雲って空気中の水蒸気が水や氷の粒になってできたものだから。嫌い、正論嫌い。全然甘くなんかないんだよ。ゆきちゃんかな。ゆきちゃん頭いいねって。絶対理解できてないでしょ。理解できないからとりあえず私のこと褒めたでしょ。なんでわかったんだ。納得がいかない。何がよ。自分で調べもしないで人から聞いた話を信じちゃいけない。バカのくせにまともなこと言うじゃない。バカって言うな。将来偉い学者か科学者になって自分で確認する。おお、すごいね。それでゆきちゃんに雲を食べさせてあげるって、それは無理なんじゃないかな。翔くんバカなんだから学者にも科学者にもなれっこないよ。お前言ったな。見せてやるよ、本当に科学者になってっから。いや、でもなんかほのぼのしたいい話だな。どうだったかな。いや、めちゃめちゃ素敵だった。まあこの二択はな、まあ決まったよね。女の子がキャワワでした。そう、その通り、大正解。一目でわかる愛くるしさ。若干な、7歳にしてあの可愛さだ。7歳にしては頭良すぎなかった。水蒸気うんぬんって話したけど、もうすでに完成していると言っても過言ではない。そう、ゆきちゃんは可愛い。だあ、いかんいかん、取り乱してしまって申し訳ない。もっと、もうこんな時間か。なあ、ちょっと野暮用があってね。僕はこれから外出しなければならないんだ。ほう。なに、せっかく来てくれたんだ。君はもう少しゆっくりして行きたまえ。一人残されても困っちゃうけど。え、残されんの。周囲を警戒しながら僕は都会の街並みを歩いていた。ほう。いや、はあ、はあ、と、え、逃亡者である僕を追いかけ回す彼ら。警察や研究所のメンバーを何とか巻くことができたことに僕は安堵する。ショーウィンドウには両手を膝に置き肩で息をする情けない自分の姿が映し出されている。たった数分走っただけでこんなに疲れるだなんて、こりゃ運動不足だな。ひとまず助かったが、さてこれからどうするか。彼らが狙ってるのは僕が研究所から持ち出した透明人間になる薬だ。ほう。さっきの話の後なのかな。研究所のメンバーたちと何年も研究を開発を続け、つい先日ようやく一錠だけ開発完成した。国はこの研究に数千億を投資している。いやー、本当に成功しちゃったんだ。すごいな。それゆえ宝を独り占めしようとする僕に対し、彼らが腹を立てるのは当然のことだろう。みんな本当にすまない。僕はみんなの努力の結晶を私利私欲のために利用しよう。悪いやつじゃん。だけど僕にはどうしてもやらなければならないことがあるんだ。でもなんで一錠しかできてないのにそれが成功品ってわかるんだろう。僕は手のひらを広げると透明人間になる薬を目にやる。ほう。ん？あれ？薬がない？確か何も持ってないな。え、そんな大事なものどこに置いてきたん？慌てて白衣の両ポケットを探るも、中からは領収書やゴミが出てくるばかりで、目当ての錠剤は一向に姿を見せてくれない。なるほど。確かに白衣のポケットに入れたはずなのに。まさか、落としたのか？僕らが開発したあの薬は、その名称通り、服用した者の全身を透明にできる夢のような薬だ。ほう。透明になることへの研究は奥が深い。薬を服用した者の体は、他者から完全に見えなくなるのか？透明人間は、物体をすり抜けることが可能なのか、など。その効用を試すためにも、最小の服用者は自身であると心に決めていた。なるほど、自分が実験するみたいな意味も込めてんのか。それに、どんなものであれ、技術や研究が進んでいけば、それを悪用しようと考えるやからは必ず現れる。例えば俺みたいな。この薬をどのように犯罪に活用するかなんて、想像に難しくないし、想像したくもない。すいませんでした。僕は軽く身振りすると、焦る気持ちを抑えながら薬を探す。その時、どうかしたんですか？僕の耳に優しい声が聞こえた。
声の下方へ視線を移すと、そこには、え、なんだ、少年、可愛い顔してんな。温和な雰囲気の少年が立っていた。何かお探しですか？え、いや、キョロキョロ周りを見ていたので、落とし物でもしたのかなって。なあ、まあちょっとね。よかったら一緒に探しましょうか？いい子。いや、それはさすがに悪いんじゃ。全然平気ですよ、俺学校帰りで暇なんで。いい子だな。少年は僕に微笑みかける。 なんて心優しい少年なんだ。若者の優しさに触れ、僕は目頭を押さえる。それで何を探しているんですか？彼が辺りを捜索しながら口を開く。薬をね。薬ですか？どんな形状ですか？袋に入っていたとか。カプセル状の錠剤を容器には入れず、ほう、そのまま白衣のポケットに。そんなことある？まああるかね。容器に入れていなかったんですか？それなら見つけるのは難しいんじゃ。ちなみにカプセル状の錠剤って。彼が話をしながらごそごそと手に持つカバンを漁る。もしかしてこんな感じの見た目ですか？彼の手のひらに乗せられた小瓶の、その中身を見て僕は息を、え、なんで、それだよ。瓶の中には小さなカプセル形状の錠剤が一つだけ入っている。一体どこでそれを？本当に、いや、そんなことよりも、それは僕に返してくれないか？大事な薬なんだ。僕は半ば強引に彼から薬を奪おうとする。ちょっと、いきなり何をするんですか？いや、でも、落とし物なんだとしたら、ていうか、あなたの顔どこかで見たような。思い出した！あなた、宇都宮、やっぱ宇都宮博士なんだ。今朝ニュースで見ましたよ。研究所から薬を持ち逃げしたって。そうだ。僕が宇都宮署だ。そして今君が手に持ってるのは透明人間になる。それ言わない方が良かったんじゃない？言ったら、え、マジで俺使いたいってなっちゃうでしょ。価値にして数千億はくだらない貴重な薬な、億とか言うな。金額、生々しい。持って帰りたくなる、そんなこと言われたら。これが透明人間になる薬、ちょっと揺らいでんな、多分。だから早くそれを返して。嫌です。だよね。俺でもそうする。数千億って言われたら、とりあえずそれ売るかもしれない。自分では使わないね。え？だって、この薬を飲んだら透明人間になれるんですよね。それはもうすっけすけって言うな。僕の話を聞いた少年の顔色が変わる。もしも僕が透明人間になったら。おい、あからさま、ちょっと下品なこと考えてる顔してんじゃないよ。ぐふふ。で、待ちなさい。君何かよからぬことを考えてるんじゃないだろうな。いや、別に。いや、でも俺の高校共学なんで。ぐふ、うひょ。なんか、高校生らしくていいわ。そんなことは聞いてないぞ。言葉にしなくても表情だけで彼が薬を何に使うつもりなのか透けて見える。透けて見える。なんということだ。僕が心優しい少年だと思っていた彼はむっつりし、いや、高校生なんてこんなもんだって。むっつりスケベ少年だったのだ。思春期真っ只中の彼のにこの薬はまさに激薬すぎる。このままでは彼の癖がねじ曲がってしまう。壁どころかいろいろねじ曲がっちゃうよ。なんとかして薬を奪い返さなくては。ここは冷静に解き伏せるか。いや、少年と話をしている間に追手に捕まるかもしれない。僕にはあまり時間がないんだ。つまりチャンスは一度きり。僕は、なるほどね。まあここはそうだな、強引に奪おうとすると多分逃げちゃったりするし、説得も多分効かないと思うから、一回同調してみる。合わせてみよう。少年をした下手に刺激して薬を飲まれては困る。そうそういうこと。まず話を合わせて少年を安心させよう。よく考えてみれば、君の思考は思春期男子としては健全かもしれない。よし、わかった。僕も同行しよう。なるほどね。同行しようだなんて。なんだ、結局博士もスケベなんじゃないですか。とはいえ、いきなり夢の世界へ向かうのは刺激が強すぎると思うんだ。ということで、まずは鳴らしてみないか。鳴らす？君、銭湯へはよく行くかね？いや、行ったことないですけど。というか、鳴らすってどういうことですか？ねえ、どういうこと？僕と一緒に、銭湯へ行って同性の裸を見よう。どういうことだ？一歩ずつゆっくりと進もうじゃないか。まずは同性のやつを見て、その後に異性のやつを見るってことか。なるほどね。いやいや、同性の裸なんて見ても何も意味は、意味ないよな。まさか、博士、そっちの方に興味があるんですか？
少年が不信感たっぷりの視線を僕に向ける。まあそう疑われても仕方がない発言を僕はした。だ？いや何を言ってるんだ、僕はそんな、どうしてそんなに焦っているんですか、最初から僕と銭湯そういうことかなるほどね、僕と銭湯に行くことが狙いだったんじゃ。それで声をかけた。違う、断じて違うぞ。怪しい。てか今気づいた、名前ムッツリスケベ少年になってんだな。失礼します。逃げちゃった。そんなとほほじゃないんだよ。誤解を解く暇もなく、大切な薬を持ったまま少年は姿を消してしまったのであった。あ、バッドエンド2。とんだ勘違い。いや、面白い。待って。このゲーム、面白い。まあ、ここからまたやっていこうかな。じゃあ、ちょっと強引に奪おうとしてみる？悪いが、僕にはあまり時間がないんだ。僕を恨まないでくれよ。僕は勢いよく少年に飛びかかった。少年、うわ！驚いた少年はとっさに僕に拳を向ける。ほう。強い。いた！少年の拳が僕の顎、ヒットする。ちょ、待て。見た目に反して強い。あ、強いんだ。確かにこの子強そうに見えないもんな。タイム！ボコボコにされてボコボコにされてそんな殴んなくてよくない？少年の容赦ない攻撃を前になすすべもなく、気づいた頃には僕の体は地面に転がっていた。先に迫ってきたのは博士の方ですから。今のは正当防衛ですから。少年は倒れる僕をよそにこの場を去っていってしまった。心優しい少年かと思いきやむっつりつけるだし、かと思えばこんなに喧嘩が強いだなんて。わからないものだな、はあ、結構のんけだなこの博士。どうでもいい感想をつぶやきながら僕の意識は途絶えていった。バッドエンド1、人は見かけによらない、気をつけましょう。いや最初から分かってた、この説得をするが一番いいに決まってんだから。僕の開発したこの薬は文字通り対象者の体を透明にすることができるものだ。何ですか今更そんな当たり前のことを。透明人間の姿は他の人間には見えない。ねえ、そうでしょうね。つまり君がしようとしていることはいわゆる覗き、犯罪と一緒なんだぞ。君は相手側の気持ちを考えたことがあるのか、両親は痛まないのか。うん、ぐっ、お、聞いてる。でもこの薬は男のロマンなんだ。その通り、僕と同じこと言ってる。博士だってどうせ僕と同じ理由でこの薬を作ったんでしょ。確かに、でもどういう理由で作ったんだ、マジで。スケベの癖してカッコつけちゃってさ。それに僕の体が透明になるってことは相手は僕に見られてることに気づけないんでしょ。相手は傷つかない、僕は嬉しい。やばい、この子ディベート強い。それの何がいけないんだよ。ふっ、何がおかしいんだよ。いやすまない、ただまだまだ若いなと思ってね。お、なんか余裕そうだな。なんだって、透明人間だって見たいものを好きなだけ見て、君はそれでずっと満足なのかい。どういうことですか。例えばこの世界に衣服が存在しなかったとしよう。何の話だ。男女問わず一糸まとわぬ姿、それが当たり前の世界を想像してみてくれ。ほう、君はどう感じた。え、鼻血が止まりません。そうだよな、俺も嬉しいもんな。あー、そうだろ、はじめはみんなそうさ。はじめは、あ、確か慣れちゃうってことか。誰も何も着ていない、それが当たり前の生活が1年10年続いていく。だからそれが何だって。はっ、気づいたかい。そうか、あー間違えた。そこに恥じらいや喜びは一切ないんだ。つまり見えそうで見えない、そこに価値がある。その通りだ。なんか深い話しようとしてるけどずっとしょうもないなこいつら。その通りだ博士。え、もしかして会心してる。ちょろかった少年、ごめんなさい。で俺ひどい勘違いをしていたみたいです。いいんだ、それが若いということだと僕は思うよ。彼は僕の手にそっと薬を置いてくれた。いやでもさ、本来は見えないはずの、例えば銭湯の女性風呂とか、例えばの話だからあくまでね、とかはさ見えないわけじゃん。そこが見えるようになるっていうのはやはり透明人間になる価値っていうのがあるんじゃないかなっていう僕は思いますけどね。いや例えばの話だけどね。ありがとう。あれは？よく見るとそれは僕の開発した薬とは少しだけ外観が異なっているようだった。あ、違うものなの？いやしかし病院でもらったカプセル剤がまさか透明人間になる薬だ。めっちゃ時間の無駄だったこれ。え？
この薬拾ったんじゃないの？いいえ、病院でもらった鼻炎の。僕も今欲しいんだよ鼻炎の薬。よくよく考えてみたら、彼は薬を拾ったとは一言も話していなかった。確かにやられた。いや別にこの子が悪いわけじゃないんだけど、ただの僕の早とちりだ。そう、俺が悪い全部。そんな。え、これ終わり？あ、ええ、あ、翔くんいたんだ。お疲れ様。あはは、私は別に疲れてなんかないよ。中学生か高校生か、ただぼーっと座っていただけ。疲れているのはバタバタ忙しそうに動き回っていた親戚の人たちでしょ。ん？これから？さあ、私どうなっちゃうんだろうね。おじいちゃんに面倒見てもらえれば転校はしなくて済みそうだけど。あ、もしかしてご両親がとかそういう話か。周りのひそひそ話、翔くんも聞こえたでしょ。うん、そう、相手のトラックの運転手が居眠り運転してたらしいよ。急に悲しい話になってきた。私たちの乗っていた車に追突して、それでらしいよ。だなんて変な言い方だよね。まるで人事みたいでしょ。だって全然実感湧かないんだもん。私だけ無傷でケロッとしてるんだよ。なんか変な気分。そっか。でもまあ運、不幸中の幸いというかね、夢の中にいるみたいな感覚なんだよね。無事でよかった？本当にそうかな。みんな言ってたよ、私だけ一人取り残されてかわいそうだって。いやでも君がいてくれて僕は嬉しいよ翔くん。私かわいそうなんだってさ。私生きてるのにかわいそうなんだよ。私もお父さんやお母さんと同じことになってればよかったのかな。いや違うけど、でもそう考えちゃうよな、周りからそんな言われたらな。そうすればこんな気持ちにならずに済んだのかな。あのさ、好きな子が落ち込んでたら男の子は優しい言葉をかけてくれるもんじゃないの？僕が守るとか、一生大切にするとか、笑顔にして見せるとか、そういう何の根拠もない上辺だけの前向きな言葉でさ、私を励ましてよ。やばい、ちょっと待って。はい、失礼しました。続けていきます。翔くん、何も言ってくれないんだから、どうせ何言ったらいいか分かんないんでしょ。翔くんほんとバカなんだから。でも翔くんのそういうところ、無責任なこと言わないところが私は好きなんだけどさ。両思いじゃん。あ、おじいちゃんが呼んでるみたい。ごめん、私行かなきゃ。それじゃあまたね翔くん。え、この後どうなるの？二人は、あ、でも、あれ？え？ん？振り出しに戻ってしまったな。結局薬はどこへ行ってしまったのだろうか。何だったあの少年とのやりとりは。少年と別れた後、僕はトボトボと下を向きながら歩いていた。すると、キャッ、なぬ、なぬ？通行人と肩がぶつかり、僕は勢いよくその場に倒れ込む。ごめんなさい、私前見てなくて。ああ、こちらこそ申し訳ない。僕は声のした方へ視線を移す。するとそこには、あら、なになになに、かわいいじゃない、どうしたの、なになに。笑顔の素敵なお姉さんが心配そうにこちらを覗き込んでいた。大丈夫ですか？僕は全然平気だよ。君の方こそ怪我はない？なんかちょっと目が病んでそうだな。私も平気です。というか、あれ？あなたの顔どこかで、やっぱ有名人なんだな。だ、もしかして宇都宮博士ですか？いかにも。なあ、すごい！私、有名人に会ったの初めてなんです。まあ、確かテンション上がるよな。有名人だなんてそんな。照れるな。はっはは、まんざらでもないな。ぜひ握手を、握手！彼女が僕の方へ手を差し出そうとしたその時、彼女のズボンのポケットに入っているスマホが振動した。あ、そうだ、私そんなに時間がないんでした。握手ぐらいしよう。全然いいからさ。彼女は残念そうに伸ばした手を引っ込める。ほう。私すぐ近くの携帯ショップで働いているんですけど、ほら、うちの店店長がうるさいからほらって言われても。店内でお弁当食べるのが嫌になって、それでお昼はこうして外を食べ。ああそうなんだ。ってことはその黒い服はユニフォームかなんかか。それで外出てきたの？そうなんだ。
僕は彼女の話を聞きながらも辺りを見渡し追っ手の有無を確認する。そうだよな、こんな話してる暇ないよな。あーごめんなさい、博士もお忙しいですよね。そうだ、これ。彼女は右の手のひらを広げると中に入っているものを僕に差し出した。なんだろう、これは。え、それは今度こそ間違いなく僕が紛失してしまっていた透明人間になる薬だった。え、どうして君がそれを。先ほど私とぶつかった際に。あ、え、持ってたの。じゃあ博士のズボンのポケットから落ちちゃってたみたいですよ。ポケットからキュンですってことか。な、そういえば白衣のポケットに薬をしまったと思い込んでズボンのポケットを確認すること。あ、そういうことか。ありがとうお姉さん。最初から薬をなくしてなんていなかったのか。じゃあマジで時間の無駄だったな。あれ、先ほどまでの苦労が無意味であったことを知り僕はうなだられる。まあでもよかったよね。大丈夫ですか。なあ、いや何でもないんだ。ありがとう、その薬を。透明人間になる薬を僕に渡してくれる。なんで言っちゃうんだろう、なんで言っちゃうんだろう。博士、透明人間になる薬。いや、そうなるって。そうだよ、それは僕が長年の研究の末に完成させた飲んだものの体を透明にするすんごい薬なんだ。なんで全部言っちゃうんだ。だからそれを早く。ん、これは透明人間になる薬。様子おかしいな。もしも私が透明人間になれるなら。え、は、え、え、あいつらに復讐してやる。で、私今の職場で働くまでに4回も転職しているんですよ。どうしてだと思いますか。さあ、先ほどまでの和やかな雰囲気は消え、彼女の気迫に僕は冷や汗をかいていた。なあ、なるほど、そういうことか。職場のおっさんにセクハラされたからですよ。まあこんだけ可愛いとそういうことをするクソみたいなやつがいるのも事実かもしれないな。どいつもこいつも職権乱用して好き勝手言いやがって、まあ、たまったもんじゃないよな本人は。な、今の職場の上司だってそうだ。毎日毎日私にセクハラしやがって。マジか。今朝だってちょっと証拠取ってさ上に提出しようよ。何がとは言わないけど重たそうだね。僕が持ってあげようか。結構露骨。何も面白くねえんだよ、気持ち悪いんだよ。私が言い返せない性格だって分かってるか。いや結構言えてるけどな今。許せない、復讐してやる。落ち着くんだ。なんということだ。僕が笑顔の素敵なお姉さんだと思っていた彼女は精神限界お姉さんだったのだ。すごいな、すごいあだ名をつけるな。彼女から今にも薬を飲んで しまいそうな勢い、気迫を感じる。もはや一刻の猶予もない。僕は、なるほど、またこれね。オッケー。ちょっとバッドエンド行きたさあるんだよな。多分このタイプのお姉さんは話を合わせると話を聞いてくれる気がするんだよね。だからここ二つがバッドだと見て強引な手段で行きましょう。君の苦労はよくわかった。だがね、僕には今すぐ君をどうこうすることはできない。ほう、だから時間をくれないか。は？時間？いや、きっといい考えを思いつくから。だからひとまずその薬を僕に返すんだ。僕はためらいを覚えながらも彼女に向かい飛びかかった。ヒン、いやー、え、セクハラ。あー、違うけど、まあそう見えちゃうよな。な、彼女は周囲の人間が無視できないくらいの声量で叫び声を上げた。なんだなんだ、カップルの喧嘩か。いや違うぞ、女の子が男に襲われているんだ。まあそう見えちゃうよな。あの男の人って宇都宮博士じゃない。しまった。あー、結論を急ぐあまりかえって悪目立ちしてしまった。焦る僕の気持ちとは裏腹にわらわらと集まり続ける野次馬たち。騒ぎを聞きつけた警官が現れたのはそれから間もなくのことだった。バトエンド3、セクハラ。セクハラダメ、絶対。じゃあ次はここで説得をするやってみようか。バカな考えやめるんだ。君がやろうとしていることはただの仕返しだ。自分が嫌ってる相手と同じになってどうする。そうだな、精神限界お姉さん、それの何がいけないんですか。え、仕返しの何がいけないんですか。やられたらやり返す、倍返しだ。当たり前のことですよ。おかしいのは相手の方。私は何もしてないのに傷つけられた。まあ相手がクソなのもそうなんだけど、まあでもな、やられっぱなしのまま終われって言うんですか。いやいや、叱るべき手段で告発しようって話じゃん。そうは言ってない。僕はただ復讐の手段は最後にとって、ああ、なるほど。まずは周りに相談してみるのがいいんじゃないか。そうだよな。相談。しましたよ、相談。
異性にしたらその人も私をジロジロ見てきて、同性にしたらそれはあなたにも問題があるんじゃない？うわー、私のせいにされたんですけど。だ、そうなのか。え、それじゃあ、ダメだ、下手にアドバイスしても彼女を怒らせてしまうだけだ。この問題難しすぎる。確かに実際なんて言えばいいんだろう。やっぱり証拠を取って告発が一番いいと思うけどな。彼女に対しかける言葉が見つからず、僕は押し黙る。その時、なんだこの音、まさか。博士、こんなところにいたんですね。さ、帰りますよ。捕まっちまった。くそ、ここまでか。難しい問題。では続いて話を合わせていきましょう。これでクリアだろ。わかるよ、その気持ち。は？セクハラする立場の男のあなたが何を言ってるんです。いや、してないから。俺は適当な相槌を打つのやめてもらえます？僕は男だが、男だからこそ同性の癒しさがよくわかる。君がこれまで受けてきた屈辱は計り知れないものだっただろう。君の気持ちはよくわかった。その薬は君に譲るよ。え？それと僕にも協力させてもらえないだろうか。協力？どういうことですか？君がする復讐の協力をしたいんだ。僕は君よりは長く人生を歩んでいるから、何かいいアドバイスができるかもしれない。君は彼らにどんな復讐をしたいと思っているんだい？それはまだこれから考えるところですけど、例えば、そうですね。そうだ。透明人間になったってことは、みんなに私の姿は見えないわけですから。そうだね。何をしたってバレないんですよね。それなら例えば、みんながいる前でズボンをいきなり下ろしたり。ん？ああいうおっさんって、どうせスマホでハレンってものでも見てるんでしょ？それを職場で大音量で流して恥ずかしい思いさせてやってもいいですよ。なんかちょっと偏見が強い気がしないでもないけど。なるほど。なんていうか、その、ずいぶんとまあ、手ぬるいんだ。あ、なるほどね。もっと過激なことをってことか。なんですって？君の考えた復讐はどれも中途半端だよ。やるならもっと徹底的にやらないと。どんなアドバイスするけどこいつ。それなら博士の考えを教えてくださいよ。内容次第では採用してあげてもいいですよ。それは光栄だね。もし、僕が君の立場で今の君くらい誰かに怒りを覚えていたら、まずはその上司が夜寝てる間に、上司のお尻を刺して、を回転させることで、するかな。なるほど。え？なあ、申し訳ない。これでも足りないよね。君は上司から精神的苦痛を受けたんだったね。それなら、そうだな。もしその男が既婚者で妻子がいるのであれば、家族の前で、して、を、ってあげるっていうのはどうだい？そうすればその上司も泡を吹いて倒れるんじゃないかな。なあ、ちょっと待って。ね、これでもまだ足りないって？仕方ないな。それなら、とっておきのお仕置きを教えよう。まず彼の、の縛ってたな。もういいです！ごめんなさい、私が悪かったです。復讐なんて申しません。薬も返しますから。だから、許して！なるほどな。相手をさらに上回るやばいやつっていう対応方法。なるほどな。勉強になるわ。彼女は僕に薬を手渡すと、凄まじいスピードでその場を走り去ってしまった。でも、宇都宮博士としての評判はガタ落ちだろうな。オッケー！とりあえずクリアだね。あ、あら、なんか素敵な表情。猫ちゃんの髪留めかわいいね。どこへ行こうとしてるのかって？お散歩だよ、お散歩。この時で高校生かな？さっきまでと制服違うもんね。それか、転校したかか。今日は天気がいいから、外の空気でも吸いたいなって。ほら、ずっと家にいたら気が滅入るじゃん。それで？翔くんはいつまで私につきまとうつもり？いや、一緒にいようよ。私が家に帰るまでか。困ったな。私、しばらく家に帰るつもりないんだけどな。じゃあカラオケ行こう。まあ、カラオケでも何でも遊園地もどこでもいいよ。一緒に行こう。心配する？誰が？だって、おじいちゃんもおばあちゃんも亡くなっちゃったんだよ。親戚って言ったって、お葬式で初めて顔を見たくらいの人たちだし。それにほら、私って暗いからさ。こんな幸薄いのが家にいても不快なだけでしょ。翔くんも私のことなんて放ってどこか行った方がいいよ。私なんかといても楽しくないでしょ。嫌だって。
子供じゃないんだから。ねえ翔くん、この世界からいなくなりたいって思ったことある？能天気な翔くんのことだからどうせないんでしょ。私はあるんだよ。透明人間みたく誰にも見えなくなっちゃえばいいのにって。わあ、これが研究の動機なのかな。そうすれば周りから変な目で見られることもないし、誰にも迷惑かからないだろうから。迷惑なんかかけてない？何言ってんの、迷惑かけてるじゃん。だってさ、私が薬病神だからみんないなくなっちゃったんだよ。違うって、そんなの、そんなのただの偶然、科学的根拠も何もないって。翔くん、バカのくせに難しい言葉使っちゃって。私の大切な人はみんな私のせいでいなくなる。私はそれがすごい嫌なんだよ。耐えられないんだよ。だからそうなる前に私が透明人間になっていなくなっちゃおうって話。絶対に見つける？何それ、どういうこと？私が透明人間になっても翔くんが探してくれるってこと？翔くんこそ非科学的な話してるじゃん。バカだな、ほんと。翔くんというと悩んでる自分がバカみたく思えてくるね。翔くんはずっとそのままでいてよね。約束？なあ、はいはい、わかったよ。それじゃあ私が透明人間になった時は翔くんが私のことを見つけてね。待って、これどうなるんだ。やっと見つけましたよ。ここでか、見つかっちゃうのか。こんなところにいたんですね。は？あれ、警察とかじゃねえんだ。君は助手かなんかなのかな。あ、助手か、あ、助手くんか。目の前の彼女は僕の研究所のメンバーであり、僕が手塩にかけて育ててきた最も優秀な教え子。そうなのか。博士の姿が見えているということはまだ薬は飲んでいないんですね。よかった、それならまだ間に合います。間に合うというのはどういうことかな。博士、私たちは薬を持ち出したあなたに怒りを覚えていません。あ、そうなんだ。むしろ私たちはあなたを心配しているんです。研究室に帰りましょう。めっちゃいい助手。薬がある今ならみんなもきっと許してくれるはずです。そうはできない。僕はズボンのポケットに手を入れると薬の場所を確認する。無駄ですよ、博士も知っているでしょ。私には霊感がある。ほう。仮に今目の前で博士が薬を飲んだとしても、私にだけは博士がどこにいるのか分かる。本当か？それ霊感なのか？なんだそれは。ぼんやりとですけど私には幽霊の姿が見えるんです。ああ、そうだったね。あ、信じてんだ。科学的根拠ないけど。でも透明人間になった僕に触れることはできないはず。あ、なるほど、完全にすり抜けちゃう感じなんだ。姿が見えても捕まえられないんじゃないかな。ほう、そうですね。でもそうじゃないかもしれない。その透明人間になる薬を飲んだ人間に誰も触れることはできないかもしれないし、もしかしたら透明になったその人の存在そのものがなかったことになるかもしれない。一度薬を飲んだら二度と元には戻れないかもしれない。それだけ不確かで不確定で不安定な薬なんですよ。こんなの完成なんて言えない。そうだよな。私は博士とこの薬の完成に向けてもっと研究がしたいんですよ。めちゃめちゃいい助手じゃん。量産したらいいんじゃないの。さすがだね、君の言う通りだと思う。でもね、僕にはもう時間がない。時間がない。それは今だって僕をこの場に留めるために時間稼ぎにしてるんじゃないのか。私はそんなことしないです、うん、とにかく研究室に戻りましょう。一度落ち着いて一緒にいい方を考えるんです。だから僕には時間がないと言ってるだろ。もういい、これ以上の話は無意味だ。きたー、この BGM。 彼女はとても優秀な僕の教え子だ。中途半端な説得に応じるような人ではない。とはいえ女性に手荒い真似はしたくない。ここはなるほどね。ってことは今の流れだと話を合わせるが正解なのかな。今までと同じ正解がないって考えた時に説得をするで一番最初の少年が説得されたし、次のお姉さんは話を合わせるで説得できた。だから強引な次第だとこれが正解なんじゃないかと踏んで他のやつ見ていくわ。説得をする。薬を勝手に持ち出したことは本当に申し訳ないと思っているけれど、
僕はこの薬の開発者でこの研究の第一人者だ。この薬の効果を試す義務と権利が僕にはあると思ってる。まああるでしょ。ただそれを持っていくなって話だな。博士のおっしゃる通りだと思います。私が申し上げているのは今がその時ではないということです。何度言わせれば気が済むんだ。僕には時間がないと。博士には私に比べたら時間はないかもしれない。ほう、そこは理解できます。ただ今日明日どうこうなるという話じゃないでしょ。え、どういうことだ。どうしても今日薬を飲まなければなりませんか。明日ではダメでしょうか。博士ほどの人です。透明人間になる薬の効力におおよそ見当はついているのではないでしょうか。透明人間になってしまったら二度と元には戻れない。そうでしょ。そうなの。それは私は博士と二度と会えなくなってしまうのは嫌です。いやそれはめっちゃいい子。ここは研究、これは研究者としてではなく私個人として嫌です。女子君。彼女を説得するつもりが逆に説得されてしまったな。彼女の言う通り今はまだその時ではないのかもしれない。僕は女子君のためにも透明人間になることを断念したのであった。断念したんだ。バッドエンド5。彼女のために。やっぱりちょっと一回僕の予想通りに強引な手段を取る、これが正解な気がするから、ちょっと話し合わせてみたい。下手に彼女を刺激するのは良くない。女子君に従ったふりをして様子を見てから逃げよう。わかったよ。研究所に戻ろう。お、本当ですか。よかった。彼女の顔から緊張の色が消える。その姿から僕を本心から心配していることが見て取れてしまい、僕は彼女を騙したことに罪悪感を覚える。それではあちらへ進んでください。研究所のメンバーの車が止めてあります。ああわかった。僕は女子君の指す方に先に歩き出す。彼女は僕の後ろにピタリと身を寄せる。ほう。そして何？ん？スタンガン。彼女が何かを僕の背中に押し当てた途端、凄まじい痛みが全身を襲った。あまりの衝撃に脳の理解が追いつかない。地面に倒れ込んだ僕の体は、まるで自分のものではないかのように思うように動いてくれない。痛い。手荒な真似をしてすみません。でもこうでもしないと博士逃げていたでしょ。どれだけ長い付き合いだと思ってるんですか。女子君の声が耳に響く。大丈夫。警察や国なんかには渡しません。博士のことは私が絶対に守りますから。女子君メンヘラだったか。だから安心してね。バッドエンド6。信頼。信頼してたのに。はい、ということで予想通りだったね。この強引な手段行きましょう。あ、薬だ。待って。僕はズボンのポケットから薬を取り出すと、僕を呼び止める彼女の声を無視し、いや食べた。そのまま薬を口へ放り投げた。食べちゃった。なんてこと。あれ、彼女ははっきりと僕を見つめたまま不安そうな声をもらう。やっぱもう完全に消えちゃうんだ。博士の、見えてる。薬を飲む前と全く変わっていないように思います。これは薬が失敗。嘘、ここまで来て。それとも私に霊感があるから見えてるだけ。そっちの方がまだいいけどな。クッグッグ。あ、博士だ。やった、やったぞ。僕は透明人間になれたんだ。慣れてないってこと、もう多分。博士、私には博士の姿が普通に見えちゃってるんですけど。いやー感動しちゃうな。話聞いて博士。もしかして私の声聞こえてないですか。透明人間には普通の人間の声届かない。そんな悲しいことある。これは興味深いですね。んじゃなかった。どうしよう。僕透明人間だったら真っ先にやりたいことがあったんだよね。真っ先にやりたいこと、一体何ですか。それはね、会話できてるこいつら。女子くんのことを好き放題触っちゃうことさ。ちゃんとクズ。博士、何をおかしなこと言ってるんですか。僕は博士で女子くんは僕の教え子だから、これまではどうしても自分の気持ちを隠す必要があった。でも今や僕は透明人間だ。僕は何をしても誰にも気づかれない。もう我慢しなくてもいいよね。いやどういうこと。博士も私のことそういう目で見てたってこと。両思いじゃんこいつら。いや博士、幼馴染の子どうしたの。ゆきちゃんは
いや、私は嬉しいですけど、でも時と場所を考えてもらいたいというか、僕は両手をわしゃわしゃと動かしながら、ヨシ君にじりじりと近寄る。ふっふっふ。博士？博士？透明になってないよ、あんた。彼女は頬を赤く染めたまま、きつく目を閉じた。覚悟！あれ？何もされてない？博士、もしかして嘘を？え？バカ。あ、目つぶってる間にってこと？ふ。ああ。飲んだのは鼻炎の薬なんだ。少年からもらった鼻炎の薬が思わぬところで活躍したな。ジョシュ君と別れた後、僕は一人、目的地であるあの場所へ。都会のとある路地裏に足を運んでいた。ビルとビルの間の狭い道をなんとか歩きながら、その場所へ到着する。ほう、なんでここに来たかったんだ？ビルの隙間からはわずかに光が差し込んでいた。近隣住民の話では、いつからかこの場所に女子高生の幽霊が出るという噂が広まりだしたそうだ。まあ僕には女子君と違って霊感がないから、どうせ何も見えないんだけどね。うん。え？僕は手のひらに置かれた霊の薬を、透明人間になれる薬を見つめる。後悔なんてみじんもなかった。強いて言うならば、うまくいかなかった時どうしたものかと、わずかな不安だけが脳裏を過ぎていった。僕は多少の緊張を覚えつつ、薬を口に含むと、ペットボトルの水を勢いよく飲んだ。ついに飲んじゃいましたね。薬が溶けて体へ流れ込んでいく。目に見えた変化はない。自身の体を視認することはできてる。あ、できてんだ。まさか失敗したのか。いや、当人では透明になっていることは分からないのかもしれない。薬を飲んでから数分、僕はその場所から動くことなく変化を待つ。するとその時、すぐそばから女の子のすすり泣くような声が聞こえた。声のした方へ視線を移すと、そこには、え？少女のような形をした何かが目の前に浮かび上がっていた。やった！やったぞ、女子くん！僕らの研究は成功したんだ。霊感の全くない自分に彼女の姿が見えている。それはすなわち、自身が彼女と同じ見えない存在に、透明に人間になれた何よりの証だった。そうか？それ証になるかな？いや、しかし、これはまずいぞ。喜ぶこともつかむな。僕は想定していなかった事態に困惑していた。彼女の姿が見えるようになった、なってきているのか、これは。想定ではもっとくっきりはっきり見えるはずだったのだが、なんというか、これでは、スケスケじゃないか。スケスケだね。このままでは、見えそうで見えないどころか、見えてはいけなそうな部分まで見えてしまう。はい。おまけに彼女からの返答は一切ない。スケスケっていうか、まあ、後ろ見えちゃってるからな。もしかしたら僕の声は彼女に聞こえていないのかもしれない。ということは、つまりだ。これではまるで僕がいけないことをしているみたいじゃないか。いけないことをしてもいい？いや、いいわけないよな。ごめん。違うんだ。僕にはハレンジの気持ちはこれっぽっちもなく、なあ、どうしよう。焦りその場で頭を抱える僕。その時、お、見えるようになった。わ、名前も完全じゃん。うるさいなあ、もう。彼女の、ユキの姿がはっきりと視界に映し出された。あ、よかった。どうやら薬が効くのには少々時間が必要だったみたいだ。これで僕の無実が証明された。あなたはさっきから一人で何を喋ってるんですか？あ、俺のことは分かんないのかな？長年の夢が叶ったんだ。多少おかしいくらい許してくれよ。だから意味わかんないって。あれ？これ、会話できてる？もしかして、私の声聞こえてますか？あ、聞こえるとも。声どころか体も見えているさ。嘘！あなたには、私が見えているんですか？うん。くっきりはっきりとね。なんかやだな、その言い方。
いやー、やはりくっきりはっきりが一番安心するね。言ってることは意味わかんないけど、でもすごい。これまでぼーっとこっちを見てくる人はいたけど、やっぱいるんだ。でも会話ができたのはあなたが初めてです。だろうね。普通に生きていては君のような存在と会話をすることは不可能だ。どうしてあなたは私と話ができるんですか？それはもちろん僕が君と同じ透明人間になれたからさ。私と一緒って、いや、それよりもその喋り方、もしかして翔くん？ちょっと待って、鳥肌が。え、気づいてなかったの？なんていうことだ。てっきり久しぶりに話すから他人行儀な態度を取っているんだと思っていたのに、どうやら彼女は僕のことなどすっかり忘れてしまっていたらしい。再会を喜んでいたのが自分だけであった事実に僕はうなだられる。うなだられるで合ってる、これ。ゆきちゃんに覚えていてもらえなかったなんて、あまりのショックにめまいがしてきた。いや、違うよ。覚えてるに決まってる。じゃあどうして？こっちが成長しちゃってるからじゃない？いや、だって、翔くん。わ、素敵！わ、めっちゃ素敵なおじいちゃん！こうなりたい！すっごいおじいちゃんになってるから。そうかな。あ、時間がないってそういうことか。単純に寿命がってことかな。まだまだ元気いっぱいのつもりなんだけど、それにおじいちゃんというよりかはイケおじって感じじゃない？イケおじです。そういう問題じゃないんだってば。今何歳よ？70過ぎたあたりから忘れちゃった。そういうところがおじいちゃんなんだって。というか、翔くんに私の姿が見えるってどういうこと？もしかして翔くん、私の後を追って？あ、それはないよ。僕は70数年健康に生きて、今君の前にいる。君とこうして話ができているのは、僕が透明人間になれる薬を完成させることができたからなんだ。とんでもないことだな。え、このためにってことか。やばい、ちょっと待って。すごいな。何それ。意味わかんないよ。だって、あの雲が食べたいとか言い出すようなバカが、おバカな翔くんだよ。そんなにすごい薬作れるわけない。まあ混乱するのも無理はない。僕は彼女に僕のこれまでのことを簡潔に話すことにした。ゆきちゃんがいなくなってから僕勉強頑張ったんだよ。約束守りたかったから。約束って？透明人間になってゆきちゃんを探すって話。約束したはいいんだけどさ、どうすれば実現するのか分からなくて、ある時ひらめいたんだ。分からないのはきっと僕がバカだからなんだろうなって。だからそこから猛勉強したよ。学校で勉強、帰ってからも勉強、食事中も勉強して、そしたらいつの間にか海外の有名な大学を首席で卒業してた。すごいな、努力したんだな、この子に会うために。え？在学中に僕に興味を持ってくれた教授のいる研究チームに入って、そこからは研究三昧の日々だったな。42歳でノーベル化学賞を受賞してすげえな。それから、ちょっと待って、すごすぎて全然話についていけないんだけど。あ、ごめん、話が飛躍しすぎていたか。それならまずは僕は大学で専攻して分していた分野から話を。そういうことじゃないんだって。いや大丈夫、聞いても多分わかんないから。なんか頭痛くなってきた。大丈夫？休憩する？もういいや、話し続けて。わかった。研究をしているといろいろな企業からオファーや頼まれ事も多くてさ、自分のやりたかった研究を、透明人間になる薬を始めたのが50歳からだから、完成20年近くかかっちゃったわけだね。でもまあこうしてゆきちゃんにも会えたわけだし、頑張った甲斐があったというか。え、ちょっと待って、翔くんの話これで終わりじゃないよね。細かい部分は省略したけど、まあ概ねおしまいかな。細かい部分って、ああそっか、大学時代の恋人の話とか、そういう恋愛っぽい話は省略したってこと？いや、省略したも何も、研究が忙しくてそういうのは全然。本当にこの子のためだけなんだろうな。僕の言葉を聞いた彼女の表情が曇る。じゃあ奥さんは？いないよ。子供は？いないって。お孫さんは？彼女がいたことすらないのに孫がいるわけないだろ。嘘でしょ。
ずっと研究だけしてたってこと？何のために？もうそんなの分かってるだろ。何のためにってのは野暮だな。僕は恥ずかしくなり頭をかいた。何それ。私のために人生全部を棒に振っちゃったってこと？そんなの翔くんの人生がもったいないじゃん。私、翔くんには幸せになってほしかったのに。彼女の肩と声は小刻みに震えていた。もったいないなんて言わないでくれよ。僕が好きでやってきたことなんだからさ。それに僕はそれなりに幸せだったよ。たくさんの人に支えてもらってきたし、最後にはこうしてゆきちゃんに会えたわけだし。何よそれ。彼女は顔を上げると僕の方を見る。翔くんバカじゃん。私のために頑張って勉強して、私との約束を守るために自分が透明人間になっちゃったの？そんなのバカだよ。もうバカバカ言わないでくれよ。ゆきちゃんは知らないかもしれないけどさ、僕って結構すごい研究者なんだから。だからそういう問題じゃないんだってば。もう。彼女が呆れた声を出しながらも涙を流しながら僕に微笑みかける。ゆきちゃんのその笑顔はこれまでに僕が見てきた中で一番綺麗で、それは間違いなく僕がずっと見たいと思っていた大好きな女の子のあられもない姿だった。うわぁ、最初のそういうことか。透明人間になれたなら。シナリオ構成ニケさん、ありがとうございました。まあ制作者様、いや本当に何だろうな、ちょっと待って、ごめん全然ちょっと感情が今追いついてないんですけど、こちらの作者様のゲームってめちゃくちゃ泣けるのが多くてさ、ちょっと待って話せなかったまあいい、話はまた。高校3年生にもなって間もない春の季節に僕は交通事故に遭った。乗っていた自転車はぺしゃんこになってしまったけれど、幸運なことに僕は無傷だった。あ、そうなんだ。念のためにと1日だけ検査入院をした後に僕は何事もなく退院することができた。彼女がゆきちゃんが自らの手で命を絶ったのは僕が退院した翌日のことだった。え、なんで。僕はどうしようもなく悲しくて、杖が終わってからも一人部屋にこもり泣き続けていた。僕はバカなりに彼女がどうしていなくなろうとしたのか、その理由を考えることにした。考えて考えて考えて、それでも僕にはわからなかった。だって僕は平凡な家庭で育って、友人もいて、困りごとなんかこれっぽっちもなくて、何不自由なく幸せな人生を送ってきたから、僕には彼女の気持ちがわからないのだろう。うわぁ、もしも透明人間になれたなら、彼女と同じになれたなら、この世界からいなくなりたいと願った彼女の気持ちが、彼女の苦しみを知ることができるのだろうか。もしも透明人間になれたなら、僕は自身の生涯をかけてでもその答えが知りたいと思った、トゥルエンド、透明人間になれたなら。
はい、ということで透明人間になれたならでした。まあ、ちょっとさっき途中だったんだけど、この作者さんのゲームめちゃくちゃ泣けるのが多くてさ、でもめちゃくちゃあのファンなんですけれども、今回もいやなんかさ、めちゃめちゃいい話だった。なんかいやああいうの弱いんだよね、なんか生涯をかけてみたいな。めちゃくちゃ弱くて、いや本当に素敵なゲームを本当にありがとうございました。またね、次回作も楽しみにしているんですけれども、でもやっぱり思うのは、透明人間やっぱめちゃくちゃねロマンのある話だし、なりてーってこの実況中何回も言ってきてると思うんだけど、やっぱりこの今いる世界でさ、しっかりお互い見て触れ合えるっていうのがすんごい幸せなことなんだなっていうのを改めて感じましたね。ちょっとボケようと思ったんですけど、今日はここで終わろうかなと思います。ではまた次の実況で会いましょう。バイバイ。